さあやっていきましょうか。バイオハザードレボリューション、アバウトレボリューションということでね、新シリーズやっていきましょうか。結局バイオハザード何回っていうところなんですけどね。まあバイオハザードということで、これはもう愛しない人やまないかと思いますが、続けていこうかなと思います。バイオハザードレボリューション。一体誰の目だったのかということでね。まあ、あの、下ごしらえっていうか、あの、準備自体はね、ある程度済ましていますんで、まあ、早速ね、キャンペーンということで、はい、もうトータル000というのがね、もう初めて初プレイですよっていう、まあ、もう証拠になるんですけど、一応ね、まあ、もうキャンペーン始めていくんですけど、うん。まあ、ね、己の限界が試される困難の先により強い達成感が与えられて、手応えを感じつも無理なくということで、まあ、普通にノーマルかなということですね。一応、まあ、なんだろう。やったことはあって、一番最初に出た 3DS 版の時にね、やったことはあるんですけど、まあ、アンベイルドエディションになってからはやったことがないんで、まあ、果たしてどんな恐怖が追加で待ち受けてるのかがわからないということで、まあ、楽しみになっていくかなって思います。はい。まあ、やったことがある作品ではあるんで、知ってるところとかわかるところはサクサクってやっていこうかなと思うんですけどね、もう覚えてないっていうのがぶっちゃけのところなんですよ。多分高校生、大学生以来、だから10年くらいやってないんじゃないかな。12年ってことは、そうだね、大学生になった年だから、え、ってとこですね。まあ、ムービーが本格的に始まっていくんで、一旦黙っておきましょうか。はい。Zenobia. This thing is lucky to be afloat. Take us around. Let's find a boarding point. なんだった？ああ。やばい。やったことあるって言ったら全然覚えてない。ぶっちゃけ。シックスを作り込まれてるっていうのは個人的な感想なんですよ。思うけど、こういうヤバい仕事を、なんでいつも一人とか二人とかみたいな少人数で行くんだろうね。だから、こう、まあジルなんかも行かれてるからあれだけどさ。It's been 94 minutes since Chris and Jessica dropped off the radar. But the interpolation from their last known coordinates puts them... Right here on this ship.うわー、なんかあれだな、後でオプションちょっと変えようか。ちょっと今オプションで変えれるかな。ゲーム設定ちょっとあのね、あれが早すぎて、標準を合わせるのが早すぎて、違う、これじゃないコントロール設定かな。エイミングこのくらいがいいかな。あれ完全になくと銃を向ける方向とあれが違う気がするんですけど、走ってもね、これうわ、そうか、慣れねえなー、これ。むずっ。カメラじゃなくて、あれなんだよね。キャラの方向が向くようになってるね。あ、なるほどね。そういうことか、そういうことか。こうか、こうか。はいはいはい。え、これは？え、I might be able to shoot it off. あ、違う。ナイフ構えられなかった。あれ？ナイフのボタンがわかんない。ナイフのボタンがわからない。ぶっと動かす。あれ？ナイフ。銃、あれ？違う。ナイフ、ナイフ。あれナイフないの？南京錠がかかっていくわ。南京錠かかってるのはわかる。南京錠かかってるのはわかるけど、あれナイフのボタンがわからない。全体マップ、武器ボックス、選手カンパン、アイテム、違う。ん？ナイフないのか？もったいない。いやー、なかなか怖いですね。いや、本当に。うん。早速なんだけど、むずい。It's been abandoned for a while. 左もほらが放置されて、随分経ってね。ついここに死体がね、コロンってね。いやー、なかなかえぐいまま残ってるね。でも、ほっぺたがえぐり取られてるんだけど。なんでほっぺただけえぐり取られてるんだね。うん。じゃあ、まあ、進んでみよう。サクサクっと。まあ、チャプター1はね、大したあれじゃないからね。なんかあのさ、パーカーの銃だけでこう倒すみたいなやつもあったりするけどさ。Hey!これ 3D
I don't think we're alone. That doesn't look like just water. There's blood coming from the ducks. Shorted out. 完全に食い散らかされてるでございます。はい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 。まあ、このチャプター自体はすごく短いから、まあなんかできればチャプターごとに区切ってプレイをやっていきたいなって思ってるんですよ。はい。よし、オッケー。なんとか。こんだけありゃ十分だろう。ということで、もう終わりなんじゃない？あ、もう終わりだね。パート短。ねえ、こっちの方はまだいけない？向こう側から次をこける。ジム、take a look at this。take a look at this。了解、見よう。見よう。The face is smashed in completely. お顔が大好きなのかな？チョキっていうことで。さあ、まあじゃあ見ていきましょうか。ということで、早速なんだけど、チョキン。Parker, give me a hand here. パーカー、お手貸して。No problem.I got something. I think it's a gun. Now what? Give me a sec. まるでジュラシックパークの糞の中に手を突っ込むやつみたいな。ああ、いいケツ。誰かに出てきた。M92F があったってことはさ、誰かここ隊員がいたってことなんじゃないのかな。まあ、でも M92F なんで、一番こうまともというか、なんか、ね、有名な銃だ。うわぁ、お尻弁。お目目がもう、ギョロめ。そんな、まじまじと。これが逃げたって。あ、違う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 、あ、やばいぞ、むずいぞ。普通にむずい。ちょっといい。え？え、ね、俺がやりたかったんだぞ。さあ、行く。あ、オッケー。無事、チャプター1クリア。え、もう終わりって感じなんですけどね。実はね、もう終わりなんですよ。チャプター1これしかないんですよ。This explains our missing crew. だから、このリベレーションズ自体が、なんか長いめちゃくちゃ長いチャプターもあれば、めちゃくちゃ短いチャプターもあって、うん、それによってね、なんかいろいろとこう、すごいバランスが調整が難しいみたいな感じになっちゃったりするんですけどね。まあまあそこはご愛嬌ということでやっていこうということでございます。まあエピソード1、Into the Depths ということで、無事クリアすることができました。まさかね、10分を切るような、パークになると思ってなかったけどね。はい、本体電源クリア。あれ、これもしかしたらなんか勝手に続き始まっちゃう系？だとしたらもうここでちょっと終了しとかなきゃいけないかなと思うんですけど。そんなことなかった。ああ、そうか、そうか、ニュースあった。じゃあニュース見て終わりにしましょうか。はい。The sunny and idyllic Mediterranean coast was the site of one of the world's greatest structures. It took a full 11 years to finish constructing the world's first aquapolis, the floating city of Terra Grigia. A sustainable metropolis operating on a massive solar energy matrix and equipped with the latest green technologies. Never before had solar energy been used to supply power to an entire city. But...In 2004, Veltro, a terrorist group opposing the city's development, launched a bioterrorist attack.
They not only released a virus, but also several creatures known as bio-organic weapons that are complicating the situation. This launched one of the worst tragedies the world has ever seen. The FBC, the world's leading counter-bioterror organization operating under the auspices of the U.S., was called in to direct efforts to contain the attack. The BSAA, a counter-bioterror NGO, which operates independently of the interests of any one country, went in as observers to assist the FBC. Realizing the need for immediate and decisive action, Supreme Local Headquarters issued the order to use the city's solar energy matrix on itself. Media outlets around the world began to refer to the incident as the Terra Grigia Panic. Following the incident, the FBC announced it has successfully disbanded the terrorist group called Veltro. It is now 2005, and a sense of calm and security is finally returning to the people. But, as you can see, the lost city of Terra Grigia remains inaccessible, a silent and potent symbol of the threat that bioterror poses for people around the world. If Jill wasn't there, she would have become a Samurai. Yeah. So, what happens when this chapter starts?勝手に始まっちゃったね。はい、すみません。じゃあ、チャプター2は、次回やっていこうというふうに思いますんで、一旦この辺りで終了とさせていただきたいというふうに思います。ということで、ね、バイオハザード新シリーズということで、ぜひお楽しみいただけたら幸いでございます。また次回パートでお会いしましょう。それでは、お疲れ様でした。Well, my doctor told me I need exercise.